はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日もやっていきましょう。ソリティバーライドオン実況プレイです。さあ前回の続きからですね。はい、ビギナーズステークスの賞金としてコインを1万枚手に入れた。うん、1万円やったらモティリン、おめでとうさん。やったー。あれモティリンそんなにうまかったか。生まれ変わりました。ようわからんけど本物なら次も任せたで。やったー、かしこめり。おっとモティリン、まずは乗りたい馬を選んでな。はーい、はーい、まあ、とりあえずチュートリアルはせずにそのまま進んでいこうということになってしまいました。操作を間違えました。まあいいですね。はい、スプリングタタンと、ガンガンキッド。そうですね、ランクはどっちもいいなんですか。でもスピード、あ、右側のボバの方がスタミナが多いですね。じゃあちょっとそっちにしてみましょうか。ガンガンキッドで乗ってみましょうか。ガンガンキッドに乗ります。はい、場面変更しますか。いやまあいいです、このままで。決められるんですかジョッキーが名前を。ガンガンキッドならよろしく頼むで。はーい、はーい、かしこまり。あ、なんかこれマップが出た、ログインボーナス。あ、ここからログインボーナスなんですね。なるほど、じゃあもう1日遅れてますね僕ね。前回と収録別日なんで。はい、じゃあ行きますか。オープン、メイクデビュー2000、まあ、メイクデビューほにゃららつってね、競馬場の名前がつきますけどね。はい、じゃあやっていきましょう。さあということで、いきなり、メイクデビュー2000、川島競馬場はキリンの川島さんなのよ。ついこの間まで競馬番組の司会やってた川島さんなのよ。メイクデビュー2000、川蝉競馬場、芝 2000m、フルゲート16頭かな。はい、黒三角ですね。まあ E ランクだからかな。はい、5着以内でボーナスコインゲット。なるほど、じゃあ早速やっていきましょう。さあ、お、また左回りか。そっか、レディー、枠入り完了。765びっくり、スタートしました。綺麗に揃ったスタートです。さあまずは先行争いですが、ホームストレッチいっぱいに使って、これは中京競馬場でしたね。はい、あのコース図見て編集の時に確認しましたけど、まあそうだなっていうところでしたね。はい、まあ1コーナーカーブへと向かっていきます。ここのコーナーがねインを取れるかが大事ですが、さあスタートです。4567877ぐらいでいいですか。はい、いいと思います。はい、次3 3 2、エース、キング、クイーン、キング。おー、いいじゃん。はい、9 9 19ですか。これは無理ですね、ここまでですね。はい、10 J ない。はい、ちょっと下の方が固まってますね、まずいですね。2 2 3 4 5 4 5 6 5 6 7、いいんじゃん、いいんじゃん、結構いったじゃん。8 9 8 10 J9 J。 はい、いいよ、あとは低め引いて、頼むよ、低め引いて。 A 1 2 3、 いいよ。7、違う、4、違う、10 19、 OK、 パーフェクト。いいじゃないですか、順調じゃないですか、いいじゃん。こうやっぱね気持ちいいですよね、これできるとね。さあコースロスとか出ちゃってるけど大丈夫かな。さあしかし気合は上がっていくので、もうこれはあれですね、ハードゾーンいきましょう。ゴー。あ、前からカードが流れてくる。あ、でもまだか、まだか、もうちょっと先か。そうですね、このタイミングでカードが流れてくるんですね。あ、経験値ポイントゲットしましたね。はい、なるほど、右下に確かにカードの2って書いてありますね。あー、なんか あの辺にカードありますね。そうなんだね、そうやって道中取っていく感じなんですね。なるほどなるほど。さあどんどん行きましょうか。キング A232 かな、2かな。はい、じゃあ行きます、どうぞ。6、7 6 7 8 9かな。まあ結構順路ありそうでしたけどね。10 J 19、はい、9
9、キング、エース、はい、ちょっと縦に残っちゃってますね。エース、6、どうしようかな。5、4、5、ちょっとわかんないな。危なさそう、危なさそう。3はない。8、いやー真ん中来られちゃうとね。7、いやーまずここかな、ここかな。7、まずいかこれ。7、まずいか、まずいか。キング、クイーン、ジャック、クイーン、ジャック、いやーちょっと厳しいかな。5はない、10、9、8、9、いやー低め、4、3、4、8、そうで、この停鉄マークを、そうだ、取るんだよ、頼むぞ、キング、エース、2、頼むよ、8回り来てね、8回り来てね、6、5、8回り来て、ないの、ねえじゃん、マジか。いや、これで、取れると経験値になるんですよね。いや、マジか、ないか、ちょっとこれは悲しいですね。位置的には、でも、この辺がいいんじゃないかな、カード流れてくるんじゃないかな。このままここにいましょう、はい。あ、すごい外流れてった。すっごい外流れてっちゃったんだけど、ちょっと、そのカードちょうだい。あ、1個もらったけど、ひらめき1個もらったけど。そんな外流れてくの、そんな外に流れてっちゃうの、カード。悲しいんだけど。マジか、だいぶ下手こいたな。A、K、Q、J、9かな、上でいいかな、はい。9、クイーンない。9、ないか、ないか、ないな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 、じゃあ10でいい、10でいい。はい、はい、次。4、いやー、ここね。5、4、3、4、5、6、ない。多分ない。7、8、9、10J ですか ?10J、はい。また低めの方が余ってきましたね。3、4、3、2、エース、2、エース、K。はい、いいよ。悪くない。9、J、10、10、10、10、はい。6、7、はぁ、どっちだろう、これ。8、はい、6、5、9、8、いや悪くないと思う、9、8、はい、5、2、3、2、3、キング周り、キングじゃないんだよ、キング周りなんだよ、キング周り来てほしい、6、6、7、頼む、エースキング、いいよ、からの、ワンチャン、はい、5、4、5、惜しい惜しい、あ、でもなんか100まで溜まってる。いや、まあ、いいんじゃない、だいぶいいでしょ、だいぶいいでしょ。で、あとは、イン寄せるの、ちょっとだけインに寄せる、はい、コーナーロスがあるいいな、イオンする。ちょっとめっちゃどかしたけど大丈夫、最低ランプ灯ってないですか、審議じゃないですかこれ。馬の後ろに入ってね、ちょっとスリップストリームとかもらってね。いやー、どうですか。でもまあかなりね、スタミナも残ってるしあるんじゃないですか、本気度81。まあまずでしょ、これ勝てるでしょ、新馬戦だったらいけるでしょ。はい、さあ横コーナー回って、まずはバグンを裁く。直線構成と向かった。さあ、バグンが裂けない。ここだ。ちょっとバグンが裂けない。よし、バグン開いた。いけ。
そのままさあ先頭抜けたガンガンキット2馬身3馬身リードを広げます。さあ大きくリードを広げた2番手以降はもうその後ろマジックダイス種マシンガン先頭ガンガンキットゴールイン。今ポケモンの技なかったでもあるよね、4着種マシンガンいるんですけど。おあなるほど、口取り写真も出るんですね。ガンガンキットメイクデビュー2000、やったー。あれなのかな、ちょっと長距離系のレースなのかね。ただちょっとカードがね、思ったより取れなかったのかな、そこが悔やまれますけどね。はい、メイクデビュー2000を、賞金として、コインが103万万、めっちゃもらえるじゃん。さっきの1万完全に誤差やん。よっしゃモテリデビュー勝ちやな、やりました。あ来た、どう考えても嫌な馬主。あオーナーだお前がモティリーか、いやよくやってくれた。どういった、どなたしどちら様でしたっけ。あおガンガンキッドのオーナーさんや。関ヶ原ガンノスケ合ってる、株式会社ガンガン建設の社長すごい立てそう。ガンガン行くのだをモットーに強引な経営手法で、会社を大きく成長させた。バイですね、自家用ジェットにクルーザー、絵画にワインに錦鯉など、お金持ちっぽい趣味をたしなむことが大好きだ。いやー いますかね前時代的なオーナーですよね、多分今そんなにいないですよね。いやいや構わんよ、ガンガンキッドがデビュー戦を飾ってくれれば言うことなし、これからもよろしく頼むぞモーティリンだ。前時代的な昭和のオーナーって感じですね。今のがガンガンキッドのオーナーさんや、めっちゃ儲かってそうでしたねまあ馬主さんはお金持ちしかなれへんからな。そうですね、年収が何千万以上とかじゃないとねいけないっていうのは確か規定がありましたね。はい、でもあの人は何度も会社を潰してその度に新しい会社を起こしてようやく今の会社が当たったって言ってはった。へえ、フェニックスですね不死鳥鈴鹿フェニックス、なんか両手広げてましたし、そういうことなんですか。ガンガンキットが勝ってオーナーも喜んでくれたみたいやな、やりましたね。オーナーさんは、自分の馬が勝てばとにかくご機嫌や、ガンガンキットはバンバン勝たせていろんな馬に乗せてくれるで多分。おお、それにもしかしたら他の馬主さんもうちに紹介してくれるかもわからん。おお、そしたらますますモティリンが乗る馬が増えるわけや、頼むで頑張ります。行きますか、あもう早速 G3 行っちゃうんですか。へえ、ちょっとガンガンね育てていきましょう。じゃあ続いて G3 は何ですか。あ札幌2歳ステークス、あこれは実名なんですね、距離も実際にありそうですね。はい、距離が短い分お前の腕次第やで、オッケー。ウグイス競馬場変わりましたね。札幌2歳ステークス G3 芝 1800m ね、格付けがされて G1G2G3 ってね数字が少なくなるにつれてランクが上がっていって、まあ G1 レースを勝つとねいい名馬なんて言われますが、あ無印だ、でもマシンガン侍っていうのが抜けてますね。ちょっとスピードがガン負けしてるんですけど、いけるかな。さあ、あ、右回りになったかな。枠入り完了。はい、スタートしました。まずまず揃ったスタートです。さあ、ただちょっとスピードが全く足りてなかったんで、これは相当頑張らないと大変そうですね。さあ、函館か。あ札幌か、札幌のゴール板ってあんな形でしたっけ、札幌か、まあでも北海道っぽいですね。はい行きます、そんなこと言ってる場合じゃない。J10JAQKingAce2AceKingAce この辺までやろう、この辺までやな、よし OK22Ace 真ん中らへん来てちょうだい。34、5がない。いや、ある。4、5。いや、ないな。4、5、4か。違う、6だな。開けとけ。次につなげる。次につなげる記事をする。はい。6、10、9、8、9、8、9。ちょっと真ん中ら辺余ってますね。大丈夫かな。3、4、5、6、7、6、はい、いいよ。いや、縦に2つはちょっとこれ苦しいよ。クイーン、10。いやー、これ苦しい残り方しちゃった。これは苦しい残り方しちゃった。
これはまずい、まずすぎる、まずすぎる、まずすぎる、これは連鎖しない。3、2、いやーでもまあまあチャンスはある、チャンスはあるな、チャンスはあるな。クイーン JQ、 よしよし、いいぞいいぞ。55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 
ゴート3やん。なんで出えへんねん、6倍ぐらいあって。なんで出えへんねん。どうしますかね。これ外回すと経験値もらえるんで、ちょっともうこれもしかしたら配色濃厚かもしれないんで、ちょっと経験値集めしましょうか。いやー、ちょっとこれ最終コーナー、はい、ちょっとまあやれることやりましょう。はい、6567 8、はい、6ない、8ない。ちょっとマジで言ってんの。クイーンキング、クイーンキング、A2A2323 4 5 4 5 6 7。どうだ、これは言ってくれ、これは言ってくれ。こんななかなかないで、下ルートと上ルート両方ありますね。そうですね、あの分断されちゃってますからないですね。J1989 はい、いい、54頼むぞ、もう頼むぞ、さすがに頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ。いや、これはいったでしょ、これはいった、これはいった。よし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 、行くときはすっげえあっさり行くんだ。パーフェクト、簡単じゃないことで。人馬一体出た、中出た、中出た。最終コーナーで人馬一体来た。あ、いいとこ取れるんでしたっけ、いいとこ取れるんでしたっけ、なんかこういうの。じゃあもうちょっとそのまんま、そのまんま行きましょうか。はい、押しのけて、押しのけて、押しのけて、一番いいイン側を取って、押しのけて、いいぞいいぞいいぞ、これ後ろの馬めっちゃ目回ってるぞ。いいぞいいぞいいぞ。さあ4コーナーカーブ、4コーナーカーブ、いいぞ、完全に足を食べてる、いいぞ。外の馬を全部蹴散らして、かわいそう、蹴散らされた馬かわいそう。72、まあ前半がな、前半きつかったからな。4コーナー回って直線コース、さあ直線は短いぞ。さあ先頭、先頭はどこにいる、先頭はどこにいる。さあ内からガンガン切ってやってくる、マシンが激しい争い、激しい争い。さあシリーウォー、シリーウォー、坂を登る、坂を登る。しかし先頭ガンガンキット、ガンガンキットが抜けている、ガンガンキット抜けている。これは人気薄の圧勝になるのか。先頭ガンガンキット、ガンガンキット、これは強い。2番手シリーウォー、マシンが先頭はガンガンキット、ゴールイン、2連勝、ガンガンキット初重賞制覇です。よかったー、勝てた、あんだけあれだったからよかった。まあ最後ね、最後パーフェクトいけたのが勝因だったのかなって感じです。よかったー。ということで、札幌2歳ステークス3分59秒後やりましたね。あ、重賞トロフィーとかあるんですね。ゲットだぜピピカチュウ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。YouTube ご覧の皆さんは実はあんまり知らないかもしれませんが、毎週日曜日のだいたい15時ぐらいからニコニコ生放送で競馬配信をやっております。あの競馬のレース一緒にみんなで見ながら予想して実況してます。よかったら明日あるんで見に来てください。あったかくして寝ろよ。